はい、よいしょ。相方がいないぞ。どれだ。いないっす。あ、いた。2位かな。とりあえず見つけたわ。 ZU。 揃えるか。走りたくてしょうがない。なるほど。なるほど。まあいいや。とりあえず前目だ。しょうがなく押してやってる感じ。ああ、外人も外人でね、今日本人が多い時間って分かってるから、本当は押してやりたくないんだろうけど、引かれちゃう。
え、ショーキーパーの外人、俺の過去は見てなかったかな。ポストありがとうね。やると思った。オッケー。目があったもんな今。投げるよーっていう。まあさすがに上目は多分投げた後で気づいたかな。何か入力中だ。間違った。ナイスさん。あれ、ブメ気づかなかったのかな？俺殺されたんだけど。まあまあ、いいや。一昨日の僕の相方だったら、味方にブメを投げたことに、ガチギレすると。俺もガチギレしろ、ガチギレしようかな。マジでキモいわって打とうかな。セットバイク。一番右取るんだ。確保された。なんか突っかかってる。前にができたかな。ぐらいに何？なんか言いづられたんだけど、ボケが来ているわけでもなく、普通に2割をしたかったのかな。ダート勘でも打てません。これがね、ゴールドの走りよ。3周目まで飛び来なかったな。つまり終わりなんじゃないか、これ来るぞ、これボケがワンチャン相方がほじってるかもしれない。ちょっとあと噛むのしょうがないっす、ごめんな。まあまあまあ、サンダーが来るなら相方が強いぞ、いいぞ。J した方がいい。相方が死んでます。うまいです、うまい。まあまあしょうがない、多分テレサにミドさん取られてうんたらかんたらみたいないろいろあったんでしょう。ミドさん取られて赤が来てうんたらかんたらみたいな、しょうがない、見てなかったけど。そこで回避してミドさん持ってたもんね。うん、ここから負けることないもんな普通。テレサ以外。マジで細い負け筋引いたんだろ。まあでも全然いいんじゃない。4号でしょ。マリオスタジアム。
あ、一番左が余ってるパターンかな。なるほどね。ここで緊急の上緊急のキラピット、あら緊急の呼んだんですけどね。厳しいですね。嬉しくないか。結構なんか6ぐらいまで見てる。希望のあるスターだ。誰もダブルとかね、本当によくてそれは。これ希望あるよね。相方がね、やりづらそうですね。その光って。なるほど。6は見えませんでした。嘘をつきました。あいつ A 死んでないんだ今の。うまいね。たっくん噛んだと思ったけど噛んでなかったね。あと俺がパックン開いたせいで相方が俺を抜けなかったっていう説はなくもない。開かなくてよかったのかな。でもミドさんいたしな、なんとも言えないよね。いや、あれは開くよな。うん。まあ、でも俺を抜かしたやつがいるのは消せないな。ちょっと無能植物すぎ。停止クラされて怒ってる人いるわ。停止クラじゃなくて下っただけだろ。ミドさんかー、いらねえ。
おい、え、それは存じ上げなかったな。知識不足や。これ以上の価値を、もういいや。これ以上望まない。叱りません。5 これで5か。こんなで5か。こんなんでいいのか。イギリス、やっぱりイギリスだな。135度も離れてますから、やべえですよこれ。この赤削っとくか。いや大丈夫、内角にはいかない。大丈夫だ、なぜか抜かしている。まあ悪くないんだよ、3-4。あの緑捨てづらいだろう。まあ、おお、俺の緑引いたから、やめてもいい。それで俺が死ぬのが一番最悪だから。さあ、前にが気づけるの、気づけなかった。テンポで返して。これ相方殺すわ。ギリ向けなかったな。芝居でもいいな。芝居。何？マジか。やるね。まあまあ、これ何かあるあるなんで、しょうがないっす。つけていいよ、つけていいよ、つけていいよ。当然出し掘りか。引かれるの絶対うえ。引かれるやつでも、ここで引かれるやつはもうこっちだ。一生このまんまや。うまくな。しょうがねえな、これは。引かれちゃダメだと。なあ、でも。いや、あれは、クラクションはもうしょうがないから。結構距離取ってたしね。まあ、これがマリカの良くないとこなんだよな。これ、公式大会でやってほしいな。解説の伊豆さんが、楽ですね、とか言って。食らった後でクラクションを鳴らして、ギュイーンって前に出る。オンラインでやるのかな。オンラインというか4人対戦は決勝ステージだっけ。でもそれともオフラインの4画面の分割のやつでちっちゃい画面でやるのか。右下のやつがサンダー持ってるみたいな分かっちゃうやつで。
14か。うん、そうか。おーぼーいやー、しょうがねえな。またフリーちゃん。今、コインで、管理に目がくらんで、変なラインがちょっと。ちょっと待って。これ終わってんな。だいぶ終わってんな。あー、むしろ赤さんなんだけど。しまいなんですよ。また赤さんいいんじゃん。やばくね？無理なんだけど。やばすぎる。テレサーだろうけどさ。どうしようっつうの、これ。あそこに赤さんが言うことを想定して走ってるやつなんかいねえよ無理当然無理だ。まあサンダー振らなかった時点っていう感じはあるな。相方の順位見とこう。こうか。まあまあこれはもう無理だな。俺の大好きなパリプロナム来た。溜めっぱなしの方が良かったかな。解放しちゃったけど。確認しないんだな。味方いるかもと。前にいたのか。事前に確認済みだった。ちょっと厳しいね。じゃあのクラクションは無理だわ。ああまたいいね。最高じゃん。楽しいよ。もう楽しいよ。これ交換した方がいい。飛びすかしょうがね。こいつ今即打ちしたろ。絶対そうだよ。使ってかないと間に合わなくて。使わないな。モンキーを過信しすぎじゃない。大丈夫。勝てんの？あれ。あの人ら勝てんの？あれで勝てるんだったら俺、あ、あれが光った、相方が光ってないでしょ。
聞かないな。やめよう。結局俺あのゴーゴーチャンスに負けてるんで、キラーほじった方が良かったですね。でもそれは結果トゲ引いてるからだからさ、それはトゲが悪いんじゃない。まあもうどうしようもないな、このパリは。クラナラス判断早いな。ああいうの欲しいわ、あの判断の速さ。やばいな。なんか今日ずっと下がって負けてるから、前行こうかな、このコース。いやまあでもいつもの立ち回りしよう。負けてるからって何か変えるのは良くない、良くないこともないだろうけど。 GBA こと GBA に関してはそんな変なことは慣れないことはしない。1枚はくれるんだ。くれる。弱っ。雑魚アイテムや。いやー、雑魚アイテムしか引かなかった。なんで引かれたの？なんで落ちた？ういやー、無理だが。いや、厳しい。ああ厳しい。厳しすぎた。世界厳しいな。今ピラー入れてたけどね。ピラー取れやクソが。キムさん取ったね。強い。なんであれニスクでスターに追いついたの？謎なんだけど。こちらニスク、そちらはアイテムを使ってるよね。ほいほいほい。ここ膨らむんだよな。無理。何であれスター追いついたの？いやそこもだし、ボム兵、まあボム兵はよっけれないな、しょうがないや。スターに追いついたのはしょうがなくない。あれは俺が悪い、俺がニスクしたから悪い。いやでも追いつくと思わんやん、ニスクでスターに。あっちアイテムありのショートカットしてんのに。まあでも結果追いついてるからね、安定取るべきだね。下手くそだな。いやもう通用してねえな。どうされた？これ違いとこ、そいつじゃないか。全然違うと思った。
コイン取ります。この3枚は本当に強いと思います。つけていい。いやー、ここあるある。 FB にはかれあるあるだね。この FB あるある。止まる、止まりやすい。何こいつ、天才じゃん。キンキノで抜かしたんだ俺の子たまに。すごいな、あいつ。パックかもしれなかったから。なるほど、そういうことか。まあまあまあ、スター出ないよりはいい。ちょっと今キラーが怖かったね。相方殺した？いや殺してない。安牌、安牌だしね。攻めるな、攻めなくてもいい。もう攻めなくてもいいとこまで来てる。2D、2D、それ以上望むな。別にあんまりいいレースではなかったな。まあでも最後に救いかなかったのは偉いね。なんかそういうの大事だ。ああいうところで攻めた走りをしてるから負けてたんだよ、いつも。安牌でいい、安牌。ファイラールサーキット。相方がコース合わせてくれてんな。まあまあ、特に投げるところはないんだろうけど。俺も特に投げるところなくて。適当に音楽が好きだから投げてる。右のルピーを取ります。当然つけない。後ろの後ろぐらいに相方がいるはずなのに。イギリスは殺してもよかったか。つけていいね。いないわ相方。やったかも。あ、いたわ。よかったよかった。いるし。判断がね、浅いよね。甘すぎ。何で判断出すぎだろ。下り人間多すぎ。さすがにグダリ人間多すぎだろ。君正気か。俺赤投げたってええんだぞ。投げるわ。なるほどね。まあいいだろう。3-4かな今。追いつかん、追いつかん、絶対追いつかん。ゆっくり走れ。グラってる。何こいつ、何こいつ。ちょっと待って、最悪なんだけど。え、どういうこと。いいね相方。あれ、あ、バサバサ。あ、待て待て、やったわこれ。それ赤投げたやつは悪いから。でもいい、相方逃がせたからいいです。
というポジティブシンキング。赤さんいるな。あ、赤さんが死んでるな。終わったな。消えてるな。あ、間違えた。相手を止めようとして U ボタンを押したらキノコ残ってた。赤投げてもええねんぞ。おいお前ら、どけ。邪魔だ。うん。ああ、ぐだってしまった。ナイス1。はぁ。まあまあまあ。なんか、何ぐらいだろう、これ。3とか4とかなんかな。MMR はマイナスになりそう。つまり負け。コース指示を待ちます。残ってないよ。2KJ OK。 1位スタートなくなった。いや75手、お前中盤がひどかった。中盤下手くそだったな。序盤もうまくはなかった。金をもらって怒られる、恨まれる。まあラスレなんでもういいです。さすがにね、唐沢で指名打を与えるってなかなか厳しいと思う。あ、こっち来るか。ただちょっと戻っていかないと厳しいじゃん。金もらってくれ。やばい、怒られる怒られる。裏に勝ったわ。これ絶対回避できるセットね。あんまり強くねえか。赤さんが木野さんだったら最強だった。あ、でもこれ交換できるはずなんだ確か。勘弁してくださいよ。それはもう俺の技量でどうにかなもんじゃない。これ回避する人たちは本来負けた人たち。うん、だってあんだけねずっと光ってたしね。8080仲良し、仲良くしも。いやーマジかー。82取れなかったね。通用してないわ。いや通用してねー。ラッサンはまあいい。カラサバはいい。俺とミス負けたわけじゃない。俺のミスで負けたのは、
ハイラルサーキットでしょ、ズルズル分かったでしょ、 GBA はまあ追いついちゃったよね。パリもな、アイテムがクソだったからマリカスも最下位が赤さん持ってたのでおしまいで、火山は何ですか、火山はなんで負けたんですか。あー、トゲに引かれたのか。これは俺のせいだ。火山は俺のせいだ。キノコキャニオンはなんか、なんとも言えない順位。下手ではあった。掛け声失敗したし。マリスタは？マリスタ下手くそだったな。だから上がるのが遅いよね。打開するのが。ギバーショーがね、サンダー3周目で振ってるから、ピッツァは運勝ちだよね。で終わりか、違うか、ニューヨークか。ニューヨークもなんか耐えたし悪くない。前は終わり。